東京都立工芸高等学校は、東京都文京区本郷1丁目に所在する都立工業高等学校。設置している学科は、全日制ではアートクラフト、マシンクラフト、インテリア、グラフィックアーツ、デザインの5科である。開校以来2万人を超える、卒業生はデザイナー、エンジニアをはじめ社会で広く活躍している。定時制はデザイン科を除く4科がある。 2007年に創立100周年を迎えた。なお、諸般の事情により、100周年記念式典は2007年5月19日に東京国際フォーラムホール C にて行われた。100周年記念式、都立工芸100年の歩みは、同行同総会、築地工芸会により2009年3月31日に発行された。入試においては、都の共通問題を使用しており、 実技試験などは課されない。通常、工業高校は男子生徒の在籍率が高いが、当校はデザイン系の学科が多い関係上、在籍する生徒の約8割が女子生徒で占められている珍しい工業高校である。開校以来、2018年現在までに4人の人間国宝を輩出している。1997年に改修した地上9階。 地下2階の校舎で、校外に鬼人でのような赤いオブジェがある。これは炎を意味しているが、建築家のコンセプトであり、学校の意思とは関係がない。このオブジェは風力で回転している。また、オブジェは一部生徒の間で、校長が自転車を漕いで回転させている。という説が未だに残っている。この赤いオブジェの他にも、校内には、 東高卒の芸術家などの数々の芸術作品、伝統工芸品が展示されている。現在、校内の空調設備の入れ替え工事を行っている。教室、ホームルームの他に実習室が多くあり、作業機器など実習設備も充実している。体育館は7階、室内温水プールは1階の校内にある。東京都教職員研修センターと建物を共用している。 2階にある工程を経由して出入りができるが、それ以外では完全に遮断されており、中では繋がっていない。ありがとうございます。